日本は映画代高すぎ韓国は500円ぐらいまあアメリカもそうだねあの500円から1,000円程度ですごい安いよね映画代高すぎなんだろうなうーん韓国も結構土地代高いから日本の映画館も下げられないことはないんだろうけど結構でも映画館って潰れてる産業じゃん潰れてる産業ということはもうかなり無理があって多分工業会社が取り過ぎてんだと思うよ。 映画制作会社が倒産するっていうのはよく聞くしあの映画作ってる会社がねで、えー、映画館が潰れてるのは潰れたのはよく聞くんだけど映画配給会社が潰れてるっていうのは一回も聞いたことないじゃん映画配給会社って全部銀座に本社があるからあれ配給会社が儲けすぎてるのが日本の映画のいかんところだと思うよ。で配給会社が一番配下にヤクザとか抱えてて結局あの盛り場とかを占めてるからねあ監督がまた。 あの岡田さんが困った話してると思ってるだろうけれども本当 <laughs> じゃん廃給会社がヤクザ使ってんの <laughs> ひどいなよいしょなのであのまあもともとはその盛り場にあった都心にあった映画館にあのなんだろうなならず者とかあと暴力団とかが入ってこないために磁場のヤクザ者たちを、えー、と自分たちの あの知り合いに置いといてというところから始まったんだけども結局それがあの d o にしてもさあのバンダにしてもいろんなところが自分ところだけの映画館を持とうっていうのをずっとやってて角川は結局持ってるんだけどもさそれに対する妨害とか暴力的な妨害っていうんじゃないんだけれどもなんかフィルム貸さないとかさそういうのがあのやっぱ激しいのも日本では映画配給会社が一番力を持ってるから、まあ、こんな話は関係ない。